県立農業大学校では今月12日に生乳として322キロを出荷していましたが、実際に搾乳したのは220キロだったことが判明。誤差にあたる102キロは次亜塩素酸ナトリウムを薄めた洗浄水だったとみられています。搾乳作業では毎回直前にパイプを自動洗浄しています。今月10日は職員が自動洗浄の時間を間違い、搾乳中に自動洗浄が作動していたということです。出荷先の県酪農業協同組合では、当日に県内で集めた生乳およそ70トンを廃棄し、市場への流通を防いでいます。農業大学校が昨年度出荷した単価で計算すると、被害額は少なくとも900万円を超えるとみられています。